俺が死んだら誰があいつを助ける。少し眠った方がいい。いい悪夢を。ゴインダーとこは嫌われちゃうぞ。テルヒの森、あいつらが動き出した。アマテラスとツクヨミ、かつてこの地には二人の神がいた。ヨウとイン、表と裏、それぞれの神は昼と夜、それぞれの世界を平和に収めていた。月が昇れば太陽は沈み、太陽が昇れば月は沈む。互いは永遠に交わることはない。また彼に会える、僕の太陽。今すぐここで聞かせろ。ずっと死にたいって言ってることと何か関係があるのか。関係があるなら僕を殺してくれるわけ。ちゃかすな。俺をメサイアだと思ってるなら。メサイアか。さあ御言葉、神の言葉を聞きなさい。心配はいりません。私の指示をこなしてもらうだけで結構です。あとはあなたの判断で。君はもう私の部下ではないはずだが。先日の汚名を返上するためです。神樹様のおいでです。どんな辛い時だって一緒に乗り越えてきたじゃないか。だからやっぱりお前に殺されたくて。三池君のことが知りたいですか。彼がチャーチに入った理由を。どうしてあんなものをばかり見てたんだ。落ち着け。俺がいる限りお前は死なせない。お前は俺のメサイアだ。桜になって分かったことがある。何が分かった、メサイアか本当の意味。